チューニング漏らしてた。始まったいでしょ。あ、ほんと？そうですね。ね、みんなが来る前にチューニングしてまーす。みなさんこんばんは。いやいや、そうですね。お待たせしました。ちょっと、3分前の時に、ちょっと、テクニカルプロブレムがありました。お待たせしました。皆さんこんばんは。ドンさんこんばんは。 YouTube の皆さんもこんばんは。マイさんこんばんは。チューニングしないといけない。またアコースティックライブですね。ちょっと緊張ですけど頑張ります。よいしょ。よし。へっへっへっ、皆さん聞こえてますか？ Hello everyone! 私のアクースティックのライブへようこそ。あ、こんばんは。こんばんは。やったーですね。前週はトークだったので、今週はアクースティックライブお送りしたいと思います。なんか私は毎回15分間少してくださいって言ってたんだけど、でも毎回15分ではなかったですよね。今日は頑張って時間守りたいと思います。だから皆さんどんどん来てくれるので、お早めに始まりましょう。ね、先週2 weeks ago が20分になったので、はい、こんばんは、こんばんは、こんばんは。じゃあ、最初の曲歌いたいと思います。皆さん聴いてください。シャイン。I want to go soon.素直になれない。
レビアニメ作間の、エンディングテーマシャインを聴いていただきました。この曲久しぶりですよね。なんかライブとかね、あのいつ頃でしたっけ、いつからでしたっけ、リリースイベントの時かな。めちゃくちゃ恋しかった。皆さんどうですか、楽しんでいるかな。お、 YouTube でいっぱいコメント、あのすごい流れている。ツイッターもう負けないでツイッターもう頑張ってはい、皆さんこんにちは、あこんにちはじゃなくて、あのこんばんは、初めての方もこんばんは、マイデリンです。タイ出身の日本人のマイデリンです。よろしくお願いします。次の曲は彼女が公爵邸に行った理由のエピソード6のエンディングになります。それでは聞いてください。Fireworks. Please let me go before it's too late. Don't let me fall in the teeth of your chains. For we don't know what's hiding inside us. Please let me go.Before I fall in love.
ありがとうございました。この曲はですね、私の6枚目のシングル Survive にもカプリング曲として入ってます。リリース日は来週5月24日なので、皆さんよかったらゲットしてください。そしてアニメ映像を流れているリリックビデオも私のチャンネルにも、公開されていますので、よかったらこちらもぜひぜひご覧ください。よろしくお願いします。まだ時間回ることができるかな。今何分？あ、12分。じゃあ最後の曲に行きたいと思います。皆さんいいですか？最後の曲歌っていいですか？いいですね。はい、じゃあ聴いてください。 Make me feel better。 光の向こう、everything you can feel. What would you do? I cannot fulfill my vow. Why in my life you must mean something? I give you my life. こんなこととしてこの世界で今ここ手を取り合って包む光の向こう、抜け止めたんだ光の向こう。光の向こう側へ I am happy。 全てを受け止めたら光の向こう。光の向こう側へ I am happy。 生まれ変わった頃愛の手で抱きしめる余裕のリフィルを。 Make me feel better。 抜け
け16んだ。うわはい、ありがとうございました。最後にちょっとだけお知らせしたいと思います。私の初のワンマンライブは、5月10日に浅草歌劇場にて開催します。今あっ、ツイッターがクラッシュ。でも YouTube はまだ大丈夫なのでちょっとお知らせします。さっきどこだっけ、ワンマンライブです。今チケット選考がスタートしているので、皆さんよかったらぜひぜひ私のファーストライブぜひ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 見に来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そして私の5枚目あ5枚じゃなくて6枚目のシングル、さっきは間違ったかもしれないですが、6枚目のシングルサーバイブは来週5月24日にリリースになります。今月はリリースイベント2箇所決まりました。1個目は5月26日に秋葉原ゲーマーズさんにて開催します。そして次の日、5月27日に、イオンも幕張新都心でやります。どっちでもフリー入場なので、よかったら遊びに来てくれた遊びに来てくれたら嬉しいです。うわっ、なんか固くなった。はい、そして最高だけ今日みたいに、ライブ配信毎週水曜日やってますので、来週もまた来てくれたら嬉しいです。来週は5月24日、私の5枚目のシングルのリリース日なので、もう一回アクースティックの配信やりたいと思います。このシングルの中に入っている新曲を全部アクースティックで、皆さんにお送りしたいと思います。よかったらぜひぜひまたお会いしましょう。はい、お別れです。皆さんありがとうございます、見てくれて。バイバイ、 See you next week。